すけさん、コマトはありがとうございます。ありがとう。夜投げれないかもやから、あら、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、ありがとう。7時13分テロップの時間が、そうなんです、遅れて始めちゃったから、その後もずらさんといけんよね。私は葵ちゃんと同室です。あとじゃデブニアさん、ジェプニアさん、くまたまありがとうございます。くまたまありがとう。くまたまありがとうございます。今日よろしくお願いします。お願いします。これからメイクですか。うん、ごめんなさい、遅れて。終わりもずらす。これさ、次の配信もさ、8時14分からの方がいいですよね。全部ありがとうございます。8時13で大丈夫。 13? でも本当は8時12分からなんですよ。1分ずらしってこと？それか8時12分55秒ぐらい、できるかな。時間とかには微弱ながらお願いします。いやいや、ありがとう、ありがとうございます。美容管理、14秒開始。そっかそっか、いけるか。家の電波時計は持ってきたので、はいよ、面白いとき、ありがとう。本日の朝ごはんはまだ、おはようございます。夢でさ、ショールームしてて、夢でショールームしてて、で
それもイベント中だったんですよ。イベントの最中で、でなんか本当にありがとうございますって、そうなの、結構ちゃんなんて言ったらいいんだろう、本当にイベント頑張ってたんですけど、なんか親がいて同じ部屋に、夢の中でね、部屋がいて、なんか何の悪ふざけか分からんけど、私の親が、いやこれ12分に始めた自分、ただで12分に終わる、自分の親がね、お父さんがその配信にギリギリ映るか映らないかぐらいで腹踊りを始めたんですよ。お腹だけ映るみたいな感じで、そう、ありがとう。ほんでなんか、いやダメだってバンされるけんみたいな、男の人映ったらいけんけんみたいな言って、腹踊りなんか画面に映らないように映らないようにしてたんですけど、なんか何回もお腹だけ映してきて、なんでみたいになって、そう、ほんでもう窓際を配信場所にしてやるわって思って、そしたら映らんけん、そしたらね、逆に外のね景色がめちゃめちゃ映って、そして家がバレそうになって、やばいってなってた。実際にそういうノリはある？いやそこまではないかも。それでは誕生日見ます。13位ドアムさん、12位ダダダダムさん、11位コロイチさん、10位マサさん、9位ギルスさん、8位ジャストミドさん、7位ヒロシゲさん、6位キミガイダンディさん、5位シャンクンさん、4位ポップさん、3位ヒロさん、2位デブニャンさん、そして1位はドゥルルンちゃん、坪井ゆうすけさんでした。ありがとう。またはバシさん、またはありがとうございます。ありがとうございます。それではまた8時12分にお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。またね、ありがとう。